全然大丈夫です。大丈夫ですか？行きましょうか。はい、ではレミオロメンのね、3月9日という曲聴いてください。流れる季節の真ん中で、ふと日の長さを感じます。せわしくすぎる日々の中に、私とあなたで夢を描く。3月の風に思いを寄せて、桜のつぼみは春へと続きます。少しずつ朝を温めます。大きなあくびをした後に、わっこし照れてるあなたの横で、新たな世界の入り口に立ち、気づいたことは一人じゃないってこと。瞳を閉じればあなたが、まぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。あなたにとってあたしもそうでありたい。運ぶつむじ風、洗濯物に絡まりますが、昼前の空の白い月はなんだか綺麗で見とれました。うまくはいかぬこともあるけれど、それさえ小さくて、青い空は凛と澄んで、羊雲は静かに揺れる。花咲くを待つ喜びを分かち合えるのであれば、それは幸せ。隣でそっと微笑んで、瞳を閉じればあなたが、まぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。あれ？リズム隊いいね。いじめになるよそれ。いじめになるよそういうこと。よかった？
どうも、はじめまして、ギターの龍です。まあ、はい、はっきり言ってヘッポコギターです、はい、まあなんでお耳汚しになると思いますが、生温かい目で見ていただけると嬉しいですよろしくお願いします。
セッションのね、醍醐味じゃないですか。ね、あらかじめ僕らが事故ってこうね、みんなの、ね、みんなの不安をこう和らげていったって。今のリハだね。そう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 。ちょっと長いリハみたいな。 本番行きましょう。本番です。
笑って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 もうどんどんね、よしじゃあもうぶっ飛んでも感じない最後まで走るロックだからロックだからそう最後まで走るよロックだからよし行こう、はい
初めてセッションに出させてもらえるゆうです。下手くそなんですけど精一杯やるんでよろしくお願いします。はい、伊藤です。よろしくお願いします。かなり走ってきましたんでよろしくお願いしますI'm not afraid to die.
がとうございました。ありがとうございます。ちょっと歌わせていただきます。浜と申します。ちょっと下手くそなんですけど一生懸命頑張るのでよろしくお願いします。
かしいな、普段のバンド以外は MC しないはずなんだけど、ね今回ベースやらせてもらいますさやと申します。よろしくお願いします。